はい、バットレトロゲームチャンネルです。ではですね、電車でもファイナルやっていきたいと思います。上野からね、新宿ということで、まあね、今今日が2021年8月24日火曜日9時50分ですね、収録日。はい、なんか T ポイントポイントメールが来てますね。あ、 T ポイントのポイント全然たまんないよね。やっぱ200円1ポイントってたまりにくいと思います。ファミリーマートで買い物してもね、そんなにコンビニでね、とじめ10、信号65、上の1000円、2000円も使うことって儲かないんですよね。500円超えるかどうかぐらいの買い物しかコンビニではしないんで。ご乗車ありがとうございます。山手線周り池袋方面。6000円超える買い物したことはあんまりしない。年に5年間や6回かどうかに失敗した。最近の部長がそろそろ、やった、ここだ。暗い方が見える。まだくらいやっちゃって。初っ端からやるとは珍しい。難しいな、しかし。次は日暮里ですね。全然すれ違う車両がね、全然見えないんで、何系かも分かんない時あるけど、これ205系だって分かるけど。停車。まあ慎重すぎるぐらいでいいのかな。ここが分かんないけど、慎重すぎるぐらいでちょうどいい。648メートル。いや、西日暮里。ご注意ください。とじめ10、信号65、日暮里停発。まあ YouTube もね、英語実況
級やってるんですけども、自分の生活の一部をなんか動画に投稿しちゃってもいいのかなって。まあでも、まあそれやったからってね、爆発的にチャンネル登録者数が増えるわけじゃないですけど、まあ、日記感覚でやってもいいのかなって思うんですけど、3系の時には西日暮里停車定着。まあ103系運転できるけどね、いいよね。まあブレーキ操作全然難しくないんだよね。走る山手線プレステ4とかスイッチで出てるやつはあれは運転する車両によってね、ブレーキの感覚は全然違うんですけど、ファイナルは全然そんなの気にしなくていい。むしろ雨降ってても、そんなにブレーキの性能は変わらない。お、停車、定着。いいですね。この線香は100ポイント。ファイナルでは0センチ停車は何回かできんだけど、結構何回かもやってんだけど、ファイナルってない、あ、ファイナルじゃない、走る山乗って線で撮ったことないんだよ。ドアが閉まります、ご注意ください。とじめ線。でもさ、あれ、まあ、僕今持ってるのはプレステ4版ですけどね、左スティックではね、ブレーキ操作難しいよ。専用コントローラーでやった方が全然楽でしょ。簡単かもしれない。だけとはいえ、専用コントローラー作ったなという感じはしましたね。今でももうスイッチなんだね。プレステ4よりスイッチかもしれない。
終日はありますね。あんまり時間はないかなって感じはします。ごめん、おー、停車。あ、4秒も遅れてた。なんか京浜東北線にしか見えない、これ。なんか青に見えんだけど、全然緑に見えない。次は巣鴨。なんと、これ多分211系ですね。小島天信号65駒込停発。なんだ赤い赤いやつ。ああ、夕焼けだ。まあ夕焼けがね、綺麗ですね。スダモです。都営北線はお乗り換えです。お出口は右側です。巣鴨、まあ、停車、定着。3秒くらいか、1秒回復。ほら、京浜東北線の百竿系にも見えなくない。次は大塚ですね。これでも上から新宿って結構遠いんだね。距離あんだね。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。小島線、信号65、巣鴨、停発。まあでも初めて東京に来た人が山手線の中だったら混乱するだろうね。全然内回りの方が全然近いのに、外回りに乗ったらために1時間何分ロスする人もいると思いますよ、ね、こうやって初めて乗る人であればね。あれ、6秒も早くついてる。6秒も早く、でも装着扱いにはなんない。
難易度が5だと装着扱いになると思う。次は池袋ですね。1番線たくさん券運転するときは E21 券出ないのかな。とじめ点信号65。走ろう山手線なんか全然自由で、自由なコラボレーション見れる。 E235 券の山手線と103券の山手線、現実ではありえない。コラボレーションも見れますけど、停車、定着。お、1万ポイント超え、13,320 ポイント。池袋です。ご乗車ありがとうございます。
難しいんだよね実は。明治道停車定着。せっかくうまくいってたのに。明治道です。ご乗車ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マイナス10ポイント、スピード違反。次は高田の馬場ですね。最近ね、ヨッシーチャンネルさんっていう方の動画見てるんですけど、電車で号 やられてるんですけどね、うまいなと思って、優しい運転するなって思って、新幹線か、まあ、一区間だけのやつ動画見たんですけど、新花巻からのやつね、新花巻からどこだっけ、一区間のゲームあるんです、ダイヤがあるんですけど、そこにあって優しい運転するなんて、 B7 とか B8 使わないで、これはすごいなと。優しい運転する方も、停車定着。もうもう、うまくいってますね。高田の馬場です。ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。で、次が最後の新宿。最強線ですね。プラグ&プレイではね、全部発車ベルですけど、ご注意ください。はい、停車出発進行。信号75、高田の馬場停泊。3秒早いけど OK。
次は新宿、小田急線に出ると思いますね。はい、解除し2番線、ドアが閉まります。ドラゴンドクリーでは小田急線走ってくれないんだ。まあでもこのくらい画面じゃ見えない。とじめ線信号75新大久保停泊。停車、停車遅れか。ぴったり止まれたかなと。新宿。まあうまくいけばここでボーナスゲームがある。ご乗車ありがとうございます。はい。新宿。小田急線といえば見えなかった。乗務完了ということでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。山手線到着です。